トースターで焼き鳥弁当を作ります。ネギ4分の1本は3等分に切ります。ピーマン2分の1個は食べやすい大きさに切りましょう。鶏もも肉 100g も食べやすい大きさに切り、塩コショウ少々を振ってなじませておきます。耐熱容器に酒大さじ1、砂糖小さじ2、醤油大さじ1を入れ、混ぜ合わせて600ワットのレンジで30秒加熱します。ボウルにネギとピーマンを入れ、サラダ油大さじ1を加えて絡ませます。アルミホイルを敷いた天板に具材をそれぞれ乗せ、トースターで8分焼きます。ピーマンを取り出し、タレを塗り、再度トースターで5分焼きましょう。耐熱容器に卵1個を割り入れ、酒大さじ1、砂糖小さじ2分の1、塩少々を入れて混ぜ合わせます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで30秒加熱したら、一度取り出して泡立て器でよく混ぜます。再度600ワットのレンジで30秒加熱したら、もう一度混ぜましょう。お弁当に盛り付けたら完成です。